ブリースベン空港はオーストラリアクイーンズランド州ブリスベンにあり、同都市圏のほとんどの空輸需要を賄う国際、国内空港である。もともとブリスベン空港のあったイーグルファーム地区は農業地帯であったが、平地が多く飛行場建設に適していたことから、1925年にイーグルファーム空港が開港し、翌1926年にはカンタス航空が 定期便を就航させた。しかし、イーグルファーム飛行場は、定期便の運航を開始したものの、当時のブリスベンの空の玄関口は 12km ほど離れたアーチャーフィールド空港であり、イーグルファーム飛行場が本格的に整備されるのは、太平洋戦争中にダグラス・マッカーサーの司令部が置かれてからであった。戦後、1970年代にイーグルファーム空港の 空港施設では将来の航空需要に対応できないことが判明したためオーストラリア連邦政府主導のもとイーグルファーム空港の北側を拡張して新空港を建設することが決定された新空港はレートンホールディングスが工事を受け負いモートン湾に浮かぶクリブ島の土を使って行われ1988年に開業したブリスベン空港には旅客ターミナルが2つ 貨物ターミナルが一つある過去には日本航空による成田国際空港行きノンストップ便が毎日運航していたが2010年10月1日を最後に運航停止したその結果日本とブリスベンを結ぶノンストップ直行便の運航はなくなったまた2007年3月までは関西国際空港行きノンストップ便がデイリーで運航していたしかし 2015年8月1日より、カンタス航空が成田国際空港へのデイリー便の運航を開始したため、4年10ヶ月ぶりに日本路線が復活したエアトレイン、ありがとうございます。